インツマラさんの魅力爆発18歳から65歳までの女性ファンを虜りにするその秘密とは12日間ノンストップ音楽と感動の渦に巻き込まれる今インターネット上でインツマラさんについて話題が絶えないその理由は単なる一つの音楽イベントではなくファンとアーティストが一体となり共に楽しみ共鳴する空間が広がっているからだ この、インツマラさんは、12日間にわたる音楽とエンターテインメントのマラソンであり、ファンたちは毎日リアルタイムで参加し、アーティストたちと共に笑い、感動し、そして泣くこともあった。特に、日本の女性ファン、18歳から65歳までの幅広い世代の中で、このイベントは大きな話題を呼び、彼女たちの心をつかんで話さない。彼女たちにとって、これは単なる娯楽の一環ではなく、 自分たちの感情を共有し、共に成長し、日々の生活に彩りを添える重要な瞬間であると感じている。インツマラさんの魅力の一つは、単に音楽を聴くという体験にとどまらない点だ。アーティストたちは、楽曲の背景にあるストーリーや制作過程、舞台裏でのエピソードなどをファンに向けて直接語りかける。例えば、メンバーの一人が初めて楽器を手にした時の苦労や、 曲作りの際にインスピレーションを得た出来事について話すシーンは、多くのファンにとって新鮮で、共感を呼ぶものだ。ファンたちは、こうしたストーリーを通じてアーティストの本当の姿を知り、彼らの音楽にさらに深い愛着を感じることができる。また、ライブ配信中にリアルタイムでコメントを送り合ったり、アーティストがファンの質問に直接答える時間も設けられているため、参加者はまるで友人同士のように交流できる感覚を味わえる。 さらに、インツマラさんの人気を支えるもう一つの要素として、その自由な参加形式が挙げられる。このイベントは、特定の場所や時間に縛られることなく、どこからでも参加できるため、忙しい現代の女性たちにとって非常にありがたい。例えば、仕事終わりにスマートフォンからアクセスして、自宅でリラックスしながら楽しむことができる。あるいは、家事の合間にイヤホンをつけて聞きながら参加することも可能だ。 このように生活スタイルに合わせて柔軟に参加できる点が多くのファンにとって大きな魅力となっている。特にコロナ禍でのリモートワークや在宅時間の増加により自宅でエンターテインメントを楽しむ機会が増えた今このようなオンラインイベントの価値はますます高まっている。しかしこうした楽しみの中にも新たな挑戦や課題が生まれている。例えばファンたちは毎日イベントに参加する中で ただ見るだけではなく、もっと積極的に関与したいという欲求を抱くようになった。これに応えるため、いくつかのアイデアが提案されている。一つは、ファンが自分たちの意見や感想を共有しやすいようにするための専用フォーラムの開設だ。これにより、ファン同士の交流がさらに深まり、彼らが自分の声を直接アーティストに届けることができるようになるだろう。また、イベントの一部として、 ファンによる楽曲のカバーやダンスパフォーマンスの投稿を募集することで彼らが創造的に関与する機会を提供することも考えられる。これによりファンとアーティストの間に新たなコミュニティが形成され互いに刺激を与え合う場が生まれるかもしれない。さらに未来のインツマラさんではテクノロジーを活用した新しい体験が期待されている。例えばバーチャルリアリティ VR や拡張現実。 AR を使ったイベントの開催だこれによりファンは自宅にいながらもまるでライブ会場にいるかのような臨場感を味わうことができる。また AI を活用したパーソナライズドな体験も注目されている AI がファンの好みに基づいておすすめの楽曲やパフォーマンスを提案してくれる機能があればファン一人一人がより特別な体験をすることができるだろう。このような技術の進化は ファンとアーティストの間の距離をさらに縮め、より個人的で深い絆を生み出すことに貢献するだろう。一方で、インツマラさんの成功が示すように、現代のエンターテインメントにおける、共感と参加の重要性が増していることも見逃せない。単に消費されるコンテンツではなく、共に作り上げる体験としてのエンターテインメントが求められているのだ。ファンがアーティストと共に歩み、共感し、成長する場として、 インツマラさんはその理想的な形を具現化している。これからの時代、エンターテインメントの未来は、ますますこのような競争の場へとシフトしていくのではないだろうか。ファンとアーティストが共に作り出す物語が、次なるステージへと進化し続ける日を、私たちは楽しみに待っている。さらに、インツマラさんの成功から学べることは多い。特に、これからのエンターテインメントのあり方についてのヒントが豊富に含まれている。 このイベントが示したのは、単なるコンテンツの提供者と受けてという関係を超えて、共に価値を作り出すコミュニティの形成がいかに重要であるかという点だ。ファンは消費者であると同時にクリエイターでもあり、彼らの声や意見が直接的に反映される場が提供されることで、イベントやアーティストに対する愛着や応援の気持ちが一層強くなる。こうした変化は、特に若い世代のファン層に強く響いているようだ。 デジタルネイティブ世代である彼らは、常にインタラクティブな体験を求めており、ただ受け取るだけでは満足しない。SNS やオンラインコミュニティでの積極的な発信や意見交換、他のファンとのつながりを重視する傾向が強い。インツマラさんは、その期待に応えるべく、常にファンとの対話を重視し、コミュニケーションを促進するさまざまな仕組みを導入している。これにより、 参加者はイベントが進行する中で自分たちの存在が尊重されていると感じることができ、それがさらなる参加意欲を高める原動力となっている。また、インツマラさんは、新たなファン層の開拓にも大きな役割を果たしている。特に、従来の音楽イベントにあまり関心のなかった人々や、普段はライブに足を運べないような層にもリーチすることに成功している。例えば、リモートでの参加が可能であることや、 多様なコンテンツが提供されていることがこれまでにない新しい参加者を引きつける要因となっている。さらに家族や友人と一緒に楽しむことができるため参加者の幅も広がりより多くの人々が音楽とそのコミュニティの魅力を共有する機会が増えているのだ。このような成功の背後にはアーティストとファンとの信頼関係の構築が欠かせない。アーティストは真の感情や思いを素直に伝えることで、 ファンとの距離を縮めている例えば、彼らが失敗や挫折について正直に語ることで、ファンもまた自分の人生に重ね合わせ、共感を覚えることができる。こうした透明性と誠実さが、ファンとの信頼を築く上で非常に重要な要素となっている。これからのエンターテインメント業界においても、こうした、共感と、透明性の価値はますます重要になるだろう。人々が何かを愛する理由の一つは、 それが彼らら自身のの物語の一部となるからだファンとアーティストが共に歩み共に成長し続ける姿こそが今後のイベントやエンターテインメントのあり方を大きく変えていくのではないだろうか結論としてインツマラさんは単なる音楽イベントの枠を超え新しい時代のエンターテインメントのあり方を提示している競争の場としての可能性を秘めているこのイベントはアーティストとファンの関係性を新たなレベルへと引き上げ 未来への希望と期待を抱かせるものとなっているこれからも音楽を通じてどのような素晴らしいコミュニティが築かれていくのか目が離せない